あ、やっと終わった。みなさんこんにちは、ジェイソン・レグブルです。ヒロイエだ。はい、今回の動画はこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオキャラクターパック第2弾が発売されましたので開けます。はい、レゴスーパーマリオキャラクターパック第2弾がついに発売されました。ちなみに発売されたのは昨年末です。僕は元日に地元のトイザラスで購入しました。ラインナップは全10種類で、カニボウ、トゲプク、ハックン、キリフキ、バラクリボウ、パタメット、毒キノコ、コトン、プロペラヘイホウ、骨クリボウです。今回の第2弾のキャラクターなんですけど、結構僕個人的に知らないキャラクターも多いです。まあこの中で知ってるのであれば、バラクリボウとプロペラヘイホウと毒キノコとパタメットぐらいですね。それ以外はあんまわからないです。はい、今回も6つ買ってきましたので6つ一気に開けます。あ、それとさらに、はい、こちらトイザラス限定ハッピーバッグを開けた時に紹介したこちらの第1弾のメットも開けます。はい、では開けます。ちなみに10種類の中で欲しいのはプロペラヘイホーを狙っていきたいです。で、第2弾も第1弾同様、今回もコンプリートを目指します。では開けます。では一つ目いきます。せーの、よっと。これはなんだ。あ、これは霧吹きです。はい、一つ目は霧吹きが入ってました。では二つ目開けます。いきます、せーの、よっと。これは、おお、これは骨クリボーですね。はい、二つ目は骨クリボーが入ってました。では三つ目開けます。いきます、せーの、よっと。これなんだ？あ、これは色的にカニボウです。はい、三つ目はカニボウが入ってました。では、四つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。ん？これは、おー！これは、ハックンです。はい、四つ目はハックンが入ってました。では、五つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。ん？あー、これは毒キノコだ。はい、五つ目は毒キノコが入ってました。五つ開けて五種類が揃ったので、これはなかなかいいスタートです。では、六つ目開けます。じゃあ、最後六つ目は、こちら。よっと。ん？これは、あー、これは霧吹きです。はい、最後六つ目は霧吹きが入ってました。では、今から第一弾のメットを開けます。これ前回の福袋で話したんですけども、完全に屈辱の単品買いですね。はい、メットです。おー、いいねー。はい、もうついに第1弾の長い戦いがやっと終わりました。いや、もう本当に長かった。第2弾は第3弾が発売される前に早くコンプリートしたいです。はい、6パック開封した結果はこのようになりました。出た順で言うと、霧吹き、骨クリボー、カニボー、ハックン、毒キノコ、霧吹きでした。霧吹きから出て霧吹きで終わるという謎の結果になりました。はい、では今からこちらの7つを一気に組み立てます。
はい、すべて組み立てが完了しました。おー、今回も結構完成度が高いです。個人的に思ったんですけど、一部のキャラクターに関しては、第1弾のキャラクターパックのリデコですね。メットは後で紹介するとして、まずは今回出たこちらの5種類を1つずつ紹介します。はい、まずはこちらがキリフキーです。全体はこのようになってます。今回の台座パーツは砂漠がモチーフになってます。第1弾のキャラクターパックの時にも言ったんですけど、僕はレゴマリオのキャラクターパックのこの台座パーツが好きです。キャラクターごとの台座パーツが結構凝ってるので、これは本当にすごいと思います。はい、では霧吹きの全体はこのようになってます。形的に第1弾のウニラとちょっと似てます。霧吹きはこんな感じです。では次はこちらの骨くり棒です。全体はこのようになってます。台座パーツに関しては白か砦だと思います。はい、こちらが骨くり棒です。全体はこのようになってます。骨くり棒も基本的にくり棒のイカラアイテムとなってます。ただくり棒と違って全長は骨くり棒の方が高いです。ちなみにこちらはプリントパーツになってますので、本当に骨のように見えます。これはすごいな。はい、骨くり棒はこんな感じです。はい、では次はこちらのカニ棒です。全体はこのようになってます。台座パーツは海がモチーフになってます。はい、こちらがカニ棒です。全体はこのようになってます。カニ棒の特徴のこのハサミもちゃんと再現されてます。これ2個開けた時に、このハサミもう片方につけようかな。これは2個目のカニ棒が出たら絶対にします。はい、カニ棒はこんな感じです。はい、続いてはこちらのハックンです。全体はこのようになってます。台座パーツは丘ステージがモチーフになってます。はい、ではこちらがハックンです。全体はこのようになってます。僕個人的にこのハックン結構可愛らしくて好きだな。なんかワドルディに見えるような見えないような。特に目あたりが。基本的にハックンのリデコ元はおそらくこのチョロボンじゃないかなって思います。まあ色的に似てるので、はい。はい、ハックンはこんな感じです。はい、ではキャラクターパック2の最後は毒キノコです。全体はこのようになってます。土台パーツは沼地ステージがモチーフになってます。このパープル色の台座結構好きです。はい、そしてこちらが毒キノコです。全体はこのようになってます。基本的にはスーパーキノコのリカラーになっていて、新しいパーツはこの目のパーツになってます。スーパーキノコが普通の目をしていて、毒キノコはちょっと怒りっぽい顔になってます。顔のパーツが違うだけで、それ以外は基本的にカラーが違うだけです。はい、毒キノコはこんな感じです。はい、では最後はこちらのメットです。全体はこのようになってます。台座パーツは火山ステージがモチーフになってます。後ろの黒いのは石炭かな。はい、ではこちらがメットです。全体はこのようになってます。メットは基本的にトゲソウの、まあ、リデコアイテムですね。まあ、強いて違うのであれば顔パーツと甲羅パーツです。それ以外のパーツは基本的に一緒です。はい、メットはこんな感じです。はい、ではレゴマリオを持ってきましたので音声確認をします。まずはこちらの霧吹きからいきます。あ、音に関してはクリボーと一緒ですね。では次はこちらの骨クリボーいきます。あ、骨クリボーも音は霧吹きと一緒です。では次はこちらのハックンです。あ、ハックンも一緒ですね。え、まさかなんですけど、これ全部一緒だったりして、まあそれはないですよね。では次はこちらのカニ棒いきます。おー、どうぞ。カニ棒に関しては水星のキャラクターと一緒の音が出ます。では最後は毒キノコいきましょう。あれ、いや、アップデートするのをうっかり忘れてました。ってことはアップデートした後に、キリフキーとかの音声も変わるのかな？アップデートが完了したらちょっとやってみようと思います。レゴマリオタイム。あ、やっと終わった。では改めまして、毒キノコの音声確認いきます。あ、気絶してる。すごい毒に侵されてる。動けない。
あー、びっくりした。あー、なるほど。一定時間毒で動けなくなっちゃうってことですね。実際のゲームだったらこれ取ったら基本的にもう即死です。じゃあもうアップデートが終わったということは、このヒレフキーとかの音声も変わったのかな。じゃあちょっと鳴らしてみようと思います。あ、変化ない。あー、基本的に音声は変わらないですね。では最後はこちらのメットの音声確認いきます。あ、メットに関してはノコノコと基本的に音声は一緒です。あ、ここで音声が変わることはないですね。はい、今回のメットでついにレゴマリオキャラクターパック第1弾をコンプリートできました。いや、もう長かった本当に。いや、もうキャラクターパックのアソートが悪いのか、それか僕の運が悪いのか、ちょっとわかんないですね。ちなみに第1弾のキャラクターパックは全部で22個開けました。ということでレゴマリオのキャラクターパック第1弾ほぼボックス買いしてやっとコンプリートできました。本当に長かったです。これワンボックス20個入ってるので第2弾は20個以内でコンプリートしたいと思います。はい、レゴマリオキャラクターパック第2弾と第1弾のメットはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパック第2弾を開けてみました。第1弾が相当良かったんですけど、第2弾も結構良かったです。第2弾は全部で10種類なんですけど、今回で5種類が揃いました。これはなかなかいい滑り出しだと思います。で、メットも開けて第1弾をコンプリートできましたので、今回はすごく良かったです。先ほども言った通り、第2弾はできるだけ20個以内でコンプリートを目指そうと思います。できるだけ5月までにはもう全部コンプリートしたいです。もし20個以内でコンプリートできなかったら、もう屈辱の単品買いをします。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。